どうも、北沢です。今回も Win5 予想ということで、12月15日、16点勝負でやっていきたいと思います。競馬ナビゲーター。では、1レス目。これは、勘、椿賞でいいんですかね、読みは。椿ですよね。えということで、ここは、2と12でいきたいと思います。えー、決闘をレースぶりからと書いたんですけど、まあ、この中京ダート専用シニスター・ミニスター3区が非常に勝率高いので、えー、まあ、その点重視して、 まあちょっと今回はもうね2歳の一生クラスダート専用みんなキャリアがせいぜい多くて3,0004,000というとこで、まあ、正直何が来てもおかしくないもう何が勝つか分かんないですよねもう本当に。で過去の傾向を見ていくと、まあ、比較的人気場で来てるっていうのと、まあ、アメリカ型決闘が勝ち馬には並んでいますのでまあその辺り選んでいけばというところでチョイスしてみました。 ねえ、そうですね初。初戦の勝ちっぷりというところでも、12番、k i ワイプを2番手に、まあ、ッ i ヒューマーでフォーティナでラサ3区ですので、まあ、そのあたりもいいかなというところですね。まあ、あとは、ヘルシャフトとかもかなり、ね、勝ちっぷりよく、まあ、こちらもえ非常に、母チ、ミスターグリ,リーディで、ミスプロ系でいい、決闘ダートっぽい感じしてますけれども、まあ、ちょっと、荻野極む機種が、 ね、数年前までの輝きがちょっとないなと個人的には思っているので、そこでメインレース勝つかどうかなっていうのがメインっていうか、まあ10レースですけどね、特別どうかなってところはあります。えー、まああとは、ね、ちょっとなかなかメンバー的に前日だと想定人気が怪しくて、明日に、ね、全然変わってる可能性あるんですけど、まお、あ、そらく KI バイプあたりは人気になるのかなと思いますね。であとはまあ Ugo とかも人気になりそうで、 そうですねもう1頭買うならウーゴとかも押さえておきたいですけどまあ正直本当に何が来てもおかしくないしこういう時のパターンってもうなんと仕事を買っても外れる時は外れるのでまあ思い切って2頭でここをいつも通りやっていきたいなと思いますでは続きまして阪神ですね元町ステークスなんか横浜みたいな <laughs> 名前ですけどえー、次ここがゴータイミングとブランノワールで行きます でまあ、先週の阪神ジュベナイルしっかり、今日の土曜の阪神の芝レース見てもそうなんですけど、まあうち前有利ですね。まあその傾向は変わりそうにないです。と考えると、ゴータイミング非常に危ない人気場ですね。かなり。まあそうなんですけど、それを差し引いても、阪神3戦3勝。そして32秒台の上がりを。ね、これがもう、新潟とかだったら別に32秒台は驚かないですけど、 まあ、京都もたまにありますけど、阪神で32秒台を2回出してるのね、相当な脚力がないと無理ですからね。えー、だからまあ、そのあたり、将来性とかを加味して一応7番には敬意を表して1投目。で、2投目非常に迷いました。京の馬場、先行有利の先週からの状態が維持されているので、そうするとモースダディとか、ミッキー V ランテ、そして名称オーパスあたりも、えー、過去逃げてることもありますので、 一,変一気に三宅菊池がでけるかなといろいろ考えてみたんですけどもう本当になかなか判断できなくて、まあ、最終的にはこの阪神芝千六という主流馬場というかこの王道コースですのでそこで勝ちきる絞バって考えた時に、まあ、スキャットダディもミッキー・ブイランテも名将ボーラもちょっとこのコースで勝つというのはピンとこなくてで最終的にはまあロード・カナロはですね、まあ、めちゃくちゃこのコース勝率高いですし。 ちょっと前走の終華所に関してはもう71秒差負けでしたけど、まあ、g 1ですしその前の阪神、まあ、2走前のレース1008ですけどちょっと春とは違って一皮向けたようなレースぶりで,でそこそこ前にも行ける客室も持ってますし、まあ、23番手つけてモーズダディが粘るところを外からズバッと刺してくれるのを想定して2度目はブランドワールにしました。 えまあ、普通に考えたらもうオスダディでと思うんですけど最後の最後でなんかちょっと昼けというか何かに支えそうな気がしたのでこの2頭でいきたいと思いますということで続きがディセンバーステークス中山芝千八ですねここもね本当に難しいと思いますまあ切れないあの <laughs> とい攻め足がない馬が見事に揃ったなというかまあもちろん中山芝千八ですので その辺りに適性がある、えー、根幹距離ではちょっと厳しいようなタイプが集まるのは自然な成り行きなんですけど、まあ、それ踏まえても非常に難しいなと思います。で、ここに関しては、まず最大のポイントが、セダブリランティス。まあ、10勝2勝、このメンバーでは明らかに力が上。ただ、15ヶ月3の休み明けということで、ここをどう見るかですね。まあ、最後の最後まで入れようかなって迷ったんですけど、 うんまあ、やっぱり15か月半、まあ、今の競馬において15か月1年ぶりっていうのはまあさほど長距離技術も進歩して、えー、ハンデにもならないしましてまあノーザンファーム系の社大、まあ、系の馬であればあるほどいろいろね仕上げにはテクニックがあるので不利にはならないと思うんですけど、まあ、それ差し入れても結構人気になっているので、まあ、来たら仕方ないということで思い切ってスワブリなんです消しました。 でえー、じゃあどう何が来るんだと思った時にまあ結構先攻、まあ、徹底先行型はそこまでいないですけど、まあ、地味に結構いい位置取りたいよって馬が多くてなかなか展開が難しかったです読むのがただ芝戦八で外枠が追い込む場になるとどうしても勝負ところから外目をロス加工で上がっていかないといけないのでそういうことを考えると内枠引いてそこそこのいい位置取って最後 えーまあ、切れないけどしぶとく粘り切るというのを想像してウィン・クシード。でまあまあちょっとね45走前までは高々かか1,000万走っていてオープンなんて考えられなかったんですけど一気に3回3の休みを経験して、まあ、成長したのか、えー、前走福島記念初重勝でまさかのあの一瞬をおっと一瞬勝つのかと思うぐらいの見せ場を作って4着。でこれでも陣営いわくちょっと仕上げが少し足りなかったみたいな。 コメント出てますのでここにきてえ、えーまあ、2000よりは貧困感貧困感距離の1 8の方が向きそうな感じですし内枠から、えー、結果なんかみんな切れないスパッと切れる馬がいないというところでどさくさに紛れて勝っちゃうみたいなシーンを想像しましたであともう一頭はさすがにそうは言ってもなんだかんだでみんななんか切れずに、えー、ズブズブの決着になんて外からスパッと なななるならないともないですかう目昨年もちょっと一歩足らずのレースだったんですけどやっぱり1 0 0 8ベストそしてえー、まあそうですねどこまでスパッと切れるかは微妙なとこではあるんですけど思いのほかみんなが早仕掛けして苦しくなって差し寄りというパターンもなきにしもあらずなのでところが最後職人横山典弘騎手の差し目 名技と名技じゃないです何ですかねあなんかいい言葉が出てこないんですけど職人芸に期待して、えー、選んでみましたでは続いて浜松ステークスですねまあここも難しいていうか,なんかもう全レース難しいって言ってるんですけどあのー、そうですねこれに関してはまずは中京の非常に現状の芝が面白くて、まあ、先週もそうだったんですけど今日の馬場見てもまあ指しが決まってるなというところですね メンバーと展開を考えた時に、まあ、そこまでガリガリやる馬もいなくて速くならないから前、まあ、有利かなと思うんですけどどうも今の馬場と感じを踏まえるとうんまあ4コーナーに3番手から粘り切るってちょっと厳しいなっていう感じですね中京でそこを踏まえてこの2頭にしましたまあジョーマンデリンは言っても先行馬じゃないかっていう話なんですけど、まあ、前走休み明け まあ初めて出遅れて後ろからの競馬になってうん微妙に流れに乗りきれなかった戸惑ってる面もあったと思いますし叩いてえーまあ、2走前函館日刊の方では道中6番手からハウメアの首差2着ということでまあ十分厳究に目処は立ててるかなと。ということで56番手からシュッと直線抜けて,出てくるイメージで1投目はジョーマンデニン2投目はキアロスクーロー。 まあここはさっき話した通り、えー、差しが決まっているので差しも選びたいなというところで、まあ、目をつけたのがナランフレグとかキアロスクールとかあとはフリーディー画面と、まあ、そこを見せてないフリーディー画面とも非常に魅力でこの手のタイプ差し一気の差しは藤岡光太騎大得意だと思うんですけれども、まあ、現究での実績等を加味してキアロスクールかなと。 左回り5回走って5回とも4着以下で最初はバッサリ切るつもりだったんですけどまあ過去新潟中京で1着から0秒2差0秒3差の競馬もしているので全くダメではないと思いますで戦2も3回走って2着3に3着が2回というところでまあねなんか先週のワンアフター的な感じでゴール前スパッと来てくれたらいいなという感じでキアロスクローにしましたで最後朝日杯 まあここはね、えーまあ、いつも通り5レース目は1点しか買えないんですけど、サリオスで行きたいと思います。初の関西遠征、タトース揉まれたらどうしよう。決闘2歳のマイル G1 で初くらいってなんかイメージわかねえなといろいろ不安点は多いんですけど、まあ、前走のサウジアラビアの内容が非常に良かった。 1>, 1分32秒ならはさすがに早いですし、まあ、翌日のコバのレースよりも早かったし、過去のサウジアラビアの5年でも見ても早かったですし、クラバシドールが先週ちゃんと G1 で3着来てるしというところで、えー、もうしょうがないです。もうリアメディアみたいに凡走してしまったら仕方ないので、そこは割り切って1点、ウィン5なサリウスにしたいと思います。ただ、バケンの軸は皆さん、 ご存知ですね。僕の予想動画を見てくれてる方は知ってると思いますが、ね、体制ビジョンで3連覆とかワイドはそっちからいきたいと思います。ということで今週も16点。まあ非常に難しいので年明けからもしかしたら32点、48点にさせていただくかもしれませんが、年内は16点で頑張りたいと思います。ね、16点で当てましたって言ったらインパクトありますからね。あとは、あれ、ね、16点なら 外れてもまあいいかみたいなちょっと、えー、48点とか買って1レース目から終わったら精神的ダメージ大きいですからね、まあ、そこも踏まえて16点でいいなと思ってるんですけど、えー、ちょっとまあまあ,あのこのまま買うというよりかは共感した部分だけ参考にしていただいたりとかなんか、ねまあ、いろいろ言いようにこの動画を、えー、楽しんでもらえたらなと思いますということで残り 今年も、あとンファイブ2回ですか、えー、ホープ触れたら3回あるんですかねやろうとしたら、えー。ちょっとなんとか決めたいと思います。頑張って的中目指したいと思いますので、応援よろしくお願いします。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。